はいどうも、レイトです。さあ、本日は岐阜県羽島市に来ております。なぜ羽島市に来たかと言いますと、こちらジャンプパークということで、なんとここでね、トランポリンが遊べるということで遊びに来ました。いやー、僕トランポリン初めてなんですけど、どんな感じになるんでしょうかね。もう張り切ってジャンプをしたいと思います。では行ってきましょう。レッツゴー。どんぐらい飛べるか、ちょっとね、自分で試して飛んでいます。行くぞ。ほっ、あ、全然飛べない。意外にトランポリン難しいね、はい、ここにね、バスケットゴールがあるのでね、今からダンクシュートかましてきますよ。すごい、めっちゃ速く走れる。いくよ、ほら、速い速い、ほっ、いくぜ。うわ、開始3分でめちゃくちゃ疲れる。意外にトランポリンって体力すごい奪われますね。こうジャンプしてるだけなんですけど、めちゃくちゃ体力奪われます。最後に行くぜ。難しい。あ、一回できた。よっしゃ。ここもね、でっかいトランポリンがあるんでね、大ジャンプをかましますよ。いくぞ。おっ、やばい。いけたぜ。見てこの汗。僕15分ぐらいしか飛んでないですけど、めっちゃ疲れます。特に初心者の人はね、すごいハードだって、お店の方も言ってました。めっちゃ、ちょっと水分をね、いろはす。いやー、暑いね。はい、じゃあちょっとね、今からボルダリングをやります。ボルダリングはですね、同じ色の石しかね、触ったり持ったりしちゃダメっていうことでね、まずは僕は青に挑戦します。青はアシスタート、ここか、手ここか、難しいな。ここから、あっちがゴールです。目指します。よいしょ。あ、難しいぞ。あ、やばい。
危ない、難しい、よいしょ、あこれ無理だな、あこっち行って、むずい、もう一回やろう、こっから、これ成功例見せないとやばいと思うんで、ちょっと別の色いきます、ちょっと青ほんと難しい、できるだろうと思うから挑戦しに来てください、緑いく、緑のゴールはあそこだ、緑行こう、よし、緑、よっしゃクリア、よっしゃやりましたよ、ボルダリングクリアしましたよ、楽勝ですね、ほらみんなも難しいと思ったら自分やりに来や、難しいから、まあでも緑クリアしたんで、緑クリアできたら僕と同じレベルですということで、はい、ということで僕のトランポリンが悲惨だったということで、まあ、せっかくなのでこのジャンプパークの経営者の原田さんにあのトランポリンの技を教えていただきたいと思います、では原田さんお願いします、あすいません、ありがとうございます、いや出演していただきましたということで、僕もう全然飛べなかったので本当にあの原田さんのトランポリンの技をちょっと教えていただきたいです、はい、じゃあ簡単なとこから、簡単です、お願いします、はい、飛ぶのは、あ、普通は、はい、ね、はい、すごい軽いです、だから、はい、高く飛ぼうと思ったら、はい、どうしても、はい、こう普通に飛ぶみたいになっちゃうんですけど、そうですね、いかにトランポリンを沈ませるか、沈ませるか、トランポリンに仕事をさせるか、逆になんか自分が持ち上げようと思うんですけど、そう逆なんですね、発想は下に、あ、本当だ、おー、すごい飛ぶ、はい、おー、あ、本当だ、おー、おー、すごい、だいぶジャンプ力変わりましたね、おー、なるほど、高く飛ばそうと思ったらそれが基本、はい、基本が、はい、あと、慣れてきたら、はい、グー、チョキ、パー、こういうのがある、グー、前、チョキ、はっ、グー、チョキ、あ、全然取れてない、パー、グー、チョキ、パー、あ、なるほど、トランポリンの競技、はい、競技トランポリンってオリンピックでもあるんですけど、はい、競技トランポリンは同じ場所で飛ばないと、はい、ずれるとマイナスになるので、マイナスになる、あ、そうなんですか、基本は同じ場所で飛べるのが、はい、よりいい、なるほど、はい、じゃあ一番飛びやすいポジションは確保しないと、真ん中で、真ん中で、そこでじゃあグーチョキパー、あ、ここで、はい、真ん中で手ごパー、よし、あ、飛びやすい、グーチョキパー、あ、ちょっと最後崩れる、最後一回のグーチョキパー、なんかね、同じところで飛ぶって難しい、ね、あ、ちょっとずれちゃいますね、確かに、じゃあ今度1回転ちょっと怖いぞ、いくぞ、お、あ、怖い、いくぞ、お、あ、うまくいかない、あ、意外に難しいですね、意外にこの軸が切れると、お、いけた、本気の位置が入った、お、じゃあここから、はい、ちょっと本格的に、本格的に
今のは本当ついてなかったです今のはウォーミングアップで、ウォーミングアップ、はい、まだ違った膝で飛ぶ、さあ、いきます。膝で、あ、意外に難しい。膝で立ち上がる、お尻、あ、こう立ち向きで、はい、お尻、あ、これ難しいですね。お尻難しい。あ、ポイントは手をついてもいいことと、はい、あと、体の真下にお尻を持ってきて足を前に出すようにこうで、どうしても座るって思うと後ろに行っちゃうんです、はい、そうですね、後ろに行くとひっくり返って、はい、手をついてそれを支えるのと足を前に出して戻すっていう感じです。ちょっとやってみます。手をつくだけでもだいぶ違うので、ね、こうやってついちゃうと手を硬く痛めるので、はい、自分の方に指先向けてもらったら、はい、はい、なんとか、よっしゃ、さあ、なんとか、なんとかクリアですね。ありがとうございます。大体1時間もあれば、はい、座るところまでは、はい、ほとんどの人ができます。で、その人はこんな感じで、ちょっと言うと、すぐできるんで、これができるともうね、なんかやっぱり楽しい。そうですね。ちょっとまだ汚いですけど、僕は。ふきり。バッチテストっていうのがあって、5級から1級まであるんです。あ、そうなんです。まあ、通常は試してもらってるんですけど、はい、今日は時間ないんで触りのところ触りで、はい、ありがとうございます。はい、まあ、すいませんでした。また5級やりたかったら、はい、はい、ぜひチャレンジしてください。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと、いやー、トランポリン過酷ですね。僕思ってた10倍体力奪われますし、疲れますね。汗もすごい。今のところどこも痛くはない。今のところ大丈夫です。なんかね、初めて飛ぶ人は、はい、溝落ちが痛いとか、あ、背中が痛いっていう人が、お子さんでも結構いらっしゃって。確かに。そんなまだギリギリ体臓が動く関係か、はい、手をこうつけるから、はい、普段動かしてないどっか筋肉が動いてるので、普段使わないとこを使ってる感じがするんで、なんで明日どっか、明日こんなとこがっていうとこが痛いかもしれないですけど、明日筋肉痛になってる気がしますね。明日お仕事。はい、明日お仕事です。あ、お仕事で、はい、はい、有名の背中でね、飛ぶ技をね、原田さんがやっていただきます。うおー、すごい。すごすぎですね。ちょっと何者ですか、原田さん。ちょっとこれ僕やってみますね。左上から行くと、はい、首を揺らしちゃうんで。あ、本当ですか。寝てるところからやる方がいいと思います。じゃあここの段階で、はい、ちょっとここから、ね、あ、止めない。
水落ちがすごいですね。禁止にますよね。こんなに禁止にすごい。最初に禁止にます。で、跳ねてきたら、はい、もっと足を蹴って、そう。跳ねを蹴って、さらにこう伸ばす。そう。こう股関節を伸ばすことで、はい、壁を蹴れるようになるので。頑張ります。ただ初心者の方は、ね、危険なのでね、しっかりね先生の指導を受けてからということで。よし、行けるかな。そう、近いとこからやって。できるだけ近いとこなら、うん、よし、これクリアできれば今日の撮影のねオチとしてはいいかもしれない。でいいんで、タッチだけでいいんで、伸ばしてタッチ戻す、はい、タッチ戻すっていう。よし、タッチ、タッチ、タッチ、離れてる、離れてる。惜しい。タッチ、タッチ、もうね、最初の3回目ぐらいでもう足伸ばさないと。なるほど。何回かやってるうちにどんどん離れていっちゃう。確かに。タッチ、タッチ、タッチだけ、タッチだけ、歩かなくていいんで、歩かなくていいんで。タッチ。そう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 。そういうことになってきた。あ、そう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 、こんな感じ、こんな感じ。あ、まい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 。来たー。あ、いい感じ、いい感じ。まあ、ギリギリ。浜田さん、ギリギリ。ギリギリ。ギリギリ。壁タッチはね。壁タッチは第1段階クリアということで。まあ、第1段階はあの背中で飛ぶなんで。ああ、背中で飛ぶ。第2段階壁にタッチできたって感じですね。あ、じゃあ第3段階は歩くことができれば、はい。第3段階は今度足を上下にタッチ。上下にタッチは。あ、確かに。あ、歩くというか上下でタッチ。あ、そうそうそう、あれもやっぱり、あ、そうそう、その感じ、その感じ、お、あ、いい感じ、いい感じ。上下になってくると、どんどんちょっと壁登ってる感じになるんで、なんか、触りだけですけど、気持ちいいですね、なんか登れてる感覚ができる、うん、登りたい、登りたいけど多分今日中は無理ですよね。やっぱり何回も訓練重ねて、あの、多分、体がね、あの普段やってないことやるんで、はい、持たないと思うんですけど、すごい体力ありますね。頑張ってます。すごいすごい。体力は自信があります。よし、じゃあ最後、もう一回壁タッチできたら、はい、こう上下でできたら、ね、上下で。よし。歩くのはできない。あのすごいいい感じ。本当ですか。あの僕格好悪いとかダサいと思った人いるかもしれないですけど、これ本当めちゃくちゃ難しいんで、あのできるわと思えたら絶対来てください。はい、
本当に難しいね。見てる方はね、もう本当ね、これおかしいんだけど。やったらね、絶対できないよ。いや、本当に難しいっす。思ったら数十倍トランポリン難しかったので。多分背中で飛ぶのはね、難しい、はい、難しい。いやいや、でもいい運動にもなりますし、みんなやっぱりハマりますね。ハマりますね、行くぜ。ああ、一回転。もう体力が。人がいないときは潜ってもいいことなので、はい、ここはちょっと冬眠します。いいですね。一泊5000円とか絶対人気あるぞ。ここで一泊。はい、楽しかったです。ありがとうございます。まあ、1時間ぐらい僕はトランポリンずっと飛び続けたんですけど、すごい疲れますね。なんかいい筋トレにもなった感じがするんですけど、はい、やっぱインナーマッスルもすごい鍛えれるんですかね、はい、こうトランポリンは。トランポリン飛ぶと内臓が動くので、はい、それを抑えるためにこうインナーマッスル勝手に伝わったり、 あとこうまっすぐ飛ぶために姿勢を勝手に調節するんで、はい、姿勢の調整もしてくれるということで、インナーマッスルがガンガン効くんで。お、はい、じゃあもう楽しく遊べて健康にもいいというトランポリン、はい、ぜひ健康を考えている方、まあ、純粋にね、トランポリンを楽しみたいという方もぜひ遊びに来てください。はい、ここはですね、岐阜県羽島市小熊町島、小熊町でした。小熊町島2丁目24マジ倉庫1015ということでね、僕の説明欄にこの住所と、あとなんと YouTube チャンネルもやってるということで、はい、ホームページもあります。ホームページもあるということで、はい、ちょっとじゃあその URL も載せます。ぜひ気になる方はチェックしてみてください。では皆さんまた次の動画でお願いしましょう。では一緒にまたねと、はい、言いましょう。せーの、またね。原田さんでした。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。